シーラ・ヤングは、アメリカ合衆国、ミシガン州、バーミンガム出身の元女子、スピードスケート選手及び同自転車競技選手。本名は、シーラ・グレース・ヤングをビ備中。1976年インスブルックオリンピックでは、金、銀、銅のすべてのメダルを獲得。また世界自転車選手権、スプリントでは3度、世界一の座についた。一家と共に、 デトロイトに移住した際、同地のスポーツクラブに所属し、スピードスケート、ショートトラック、そして自転車競技の3競技を同時に習っていたこともあり、競技生活当初より、冬場はスケート、夏場は自転車競技に取り組んでいた。実定のロジャー・ヤングは1972年ミュンヘンオリンピックと1976年モントリオールオリンピックにそれぞれ自転車競技、 スプリントの代表選手として出場。そして弟と共に上記二つのオリンピックに出場していたのが、同じく自転車競技、4トル個人を追い抜き、代表だったジム・オホビチュであった。1976年、シーラはオホビチュと結婚した。ジ娘のエリー・オホビチュも、スピードスケート選手として2002年、ソルトレークシティオリンピック、2006年、 トリノオリンピックにそれぞれ出場した。1972年、1973年、1975年、1976年、1976年シーズンをもって現役を引退。その後、夫のジムと共に、1980年に自国開催となるレイクプラシットオリンピックの組織運営委員としての職務に就いたが、同大会終了後、現役に復帰。 下記の通りの成績を収めたが、1982年の世界自転車選手権では、後に弟のロジャーと結婚し、義理の妹となるコニーパラスケビンに次いで2位に入った。1981年、1982年、1991年。ありがとうございます。